すごい。金谷さんすげえ。今日はカニ飯を買いました。ここに座ると本当に列車に乗ってるみたいだね。カニ飯1180円。ああ、まだあったかい、ほかほか、すごいわ。昔のなんか JR 北海道思い出すな。おお、懐かしい灰皿。雄大な北海道駒ヶ岳が見える部屋でおしゃまんべのカニ飯をいただきたいと思います。紐でね、これ湯がいてあるところがいいですよね。十文字に湯がいてるんじゃないんですよね、このカニ飯はね。この真ん中の部分でこう湯がいてるというね、それがまた面白い、うまい具合に結びますよね。よっと、続いて掛け紙、昔風でいいですね。カニではゆっくりと取らないと、あ、椎茸が蓋についてしまいますね。はい、こんな、あれ、またちょっと落ちちゃいました。よっと、こんな感じでね、金谷のカニ飯でございますね。うまそうだな、いい香りが漂ってきた。カニフレークの上にね、グリーンピースと梅干しと椎茸に、この副菜がね、これみかんが入ってるのがね、なんとも言えないですよね。じゃあね、日も暮れましたのでいただきますね。皆さんに乾杯。あー、うまい。温泉入ってビール飲んでカニ飯、金谷のカニ飯最高だよ。久しぶりだな、食べんの。うん、これこれ、この味だよ。カニの駅弁ってさ、時間が経つとね、カニの風味が飛んじゃってね、味わいが落ちると思うんだけど、金谷のカニ飯はこの生ってるからね、カニの濃厚な味がね、閉じ込められてるんだよね。だから少し時間を置いてもね、普通にそのまま美味しいんだよね。うん、はあ、米の炊き加減も抜群だね、今回。これ経木使ってるから余計にね、ご飯の美味しさが長持ちするんだよね。うん、なんか昔は毛ガニ使ってたらしいんですけれども、もうずいぶん前、昭和の頃なのかな、平成になってからなのかわかんないけど、まあズワイガニに変更になってるということで、毛ガニだとね、どうしても量がね、量の問題とか、あと時期の問題とかでね、手に入らないこともあるんでしょうから、安定供給のためにズワイガニに変更してるということでね。俺思ったんだけどさ、毛ガニの旬の時期に
この復刻版の毛ガニ版のカニ飯って別に数量限定でいいから販売したらすごいウケると思うんだよね。大人気になると思うんだけど、あの花屋さんのカニ飯、あの毛ガニのカニ飯、ぜひ検討してみてください。買いに行きますから。何回食ったかな、このカニ飯。5、6回食ってると思うんだよね。うん、うまいっす。これおすすめ。見かけたら皆さん買うように。以上でございます。駅弁とビール最高です。駅弁がうまいとビールもうまい。うん。